はい、えー、お疲れ様です。じゃあ、補足動画、131話の補足動画です。えっ、ー、と、本編の方では、不公平と不平等ってものが、あ人生には付き物で、最初から最後までそうなんだよってことと、あと2つ目のキーワードとしてはねあの、手持ちのカードを使いましょうってことで、手持ちのカードは何も自分が今手にしてるものだけではないんですよと。 手にしてないものでも、それをね、有効化させるための手続きをちょっとすれば、学歴でも、お金でも、家族でも手に入るよっていう話だったと思います。で、えー、っと、私のね、YouTube 動画では、もう、いろんなあらゆるジャンルを扱ってると思います。もう、お金の問題解決ってものが最終的には来るんですけども、扱うお話っていうのは、あの、車のことであったりね、 旅のことであったりグルメのことであったり子供のことであったり宇宙のことだったり UFO のことであったりさまざまなジャンルなんですよなんでこうなるかっていうとあの何て言うのかな雑誌なんですよね私の YouTube チャンネルってあの一つのジャンルに限ってない雑誌です雑誌っていろんなコーナーがあるじゃないですかで雑誌の読み方で一番上手なのは自分の好きなコーナーがあるからそのコーナーだけを見たいがために雑誌ってものを買うよってやつなんですよでその他に 自分の目的としたコーナー以外にも興味があるのがたまに出てきて趣味が広がるって感じですかね。そうするとだん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 雑誌が例えば月刊誌で800円だとしたら最初は1つのコーナーに対して800円払っていたのに徐々に2つ3つのコーナーに対して800円払うような感覚になって最終的には全部のコーナーが気に入ってあ割安の800円だねってことにだんだんなっていくと思います。相対的に価値が高まっていくって感じですかね。で YouTube チャンネルも様々なチャンネルがやる中であの ここんんななととまでで扱ううのみたいなのも結構やると思うんですよ例えばこの前ね出会い系サイトの使い方とかを紹介したんですけども、うん、やっぱりそういうことにもねあの情報商売ですからコンテンツ提供業ですからやっていけないといけないのかなとその幅をどんどん広げていくってことですかでその中の何が当たるか分かんないけどもとりあえず放送していくっていうことの中に速歌塾っていう小さなくくりっていうのは即歌塾では基本的にビジネスと投資のことをお話ししますよっていうふうにくくってるわけなんですよで朝のライブ放送はそれこそジャンルは無制限なんですよね 無制限の中で多くの方が興味を持っていただけてるだろうなってことをそっか塾のコンテンツや商品にしていくっていう流れなんですよ。まあ、ですので今回タカさんが、あのー、コーナーをね4つに絞ってスタートしてるっていうのは私としてもなかなかいい形になるんじゃないかなと思いますよね。それからあのタカさんの,そのメルマガを受け取らないと見れないような極秘情報も1個とかね入れておくと。 あとセールスのコーナーっていうのを作ってもいいかもしれないですね。現在これをセールスしてますみたいな。セールス期間はいつからいつまでですとかね。そんななんかね商品販売のコーナーも設置してもいいんだよなカラオケと思います。よくほら遊園地に行くといろんなアトラクションがあって出口にお土産物コーナーがあるみたいなね。最後にあの気持ちが高まった時に商品がいっぱい並んでると一番買いやすいみたいなところもあったりしますからね。 でえー、と顧客リストへアプローチして発信をつなげていく。はい、えー、あとは経済になっていくと思いますってことですよね。うんん。だ多分気になる男シリーズっていうのはその時その時タカさんが感じたこととか私が感じたことを前回の話とは時には関係なくねあのー、断ち切ってまでやっていけると思います。このなんかね身軽さがあるんで続くんだよなかろうかと思いますよね。もちろん時事問題に切り込んでいったりとかたまにはね宗教の話をしていったりとか歴史とかね 戦争について平和について語っていったりとか家族に対して語っていったりとか、うん、おおよそ40代や50代で起こるべき問題や取り扱うべき事象っていうのは全部扱えるんじゃないかなとまさに雑誌のようにメールマガジン運営できたらまさにマガジンですからね運営できたらいいんじゃないかなと思いますじゃあ知恵袋は100万稼ぐもいただきましてありがとうございます補助動画はこんなところですか今日はちょっとね まだ半分眠いような感じがして、喋 <laughs> りがいけてねえなと思いながら喋ったわけなんですけどね。<laughs> まあなんとか伝わったんではないかろうかと思います。それではいってらっしゃい。